新藤兼人監督、豊川悦司さん、大竹忍さんでございます。 Once again, let me introduce the guest to you. We have Mr. 兼人新藤 the director, and Mr. 悦司豊川as well as Ms.、会場の皆さん、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。今回のこの映画が、東京国際映画祭に参加できることを大変嬉しく思っております。まあ、世界的に見ると、まあ、1900年代前半と2000年代の初頭も実は何も変わっていないんじゃないかと。世界の至るところで内戦があったり民族紛争があったり、そういういろいろな紛争や戦争の中で常に犠牲になるのは一般市民であったり女性であったり子どもたちであったり、そういう意味においてこの映画というのは多分世界の至るところで共感してもらえるんじゃないかなと考えています。本当にその映画の中で私たちは伝えるというあの役者の仕事をしていて、監督の思いや私たち全員作った映画スタッフ全員の思いが映画を通して人々の心にちょっとでもあの つながっていけばいいなって思うし、それを信じて作品を作っていきたいなと思います。本作があの最後の作品というお話になっているんですけれども、体が弱りましたし、それから頭も少し弱りまして、それでまあ続けていくのも限界かと思って、私はあの32歳の時にあの召集されまして、軍隊に行きました。天理教の宿舎へ持ってって、予科練航空部隊が入ってくるので、それは1年に1回のお祭りがある宿舎で、任務が終わったもんだから65名がですね、そこでフィリピンへ陸戦隊となって行きました。途中アメリカの潜水艦に撃たれて海底に沈みました。あとの40人のうちの30人が潜水艦に乗っていきました。残った10名が宝塚歌劇団へ行きまして、そこで掃除が終わりまして、4人が解剖官の機関銃手となっていきまして、あとね、6人ほど残った。6人ほど残りまして、戦争が終わって、帰ってきたんです。ですから、私の存在はですね、100人のうちの94人の人が戦死しまして、その代償として、私たち6人は帰ってきた。それで94人 の、 あの死の魂がずっと私につきまといまして、これをテーマにしてあの生きてきました。そうするうちに60年ほど経ちまして、それでふと気がつくと98歳になっていました。だからまあこれが限界だと思って宣言して、まあ、これであのつまり映画作りを降りるつもりでいます。 Thank you very much. That concludes our press conference. And once again, please give a big round of applause to Mr. 兼人新藤 the director, Mr. 悦司豊川。